You are a friend. You are a friend. 安定したラクナ座法でしばらくご自分でしたいように名目しておいてください。ではどうぞ。ただ安らかな息をしていればいい、ただ安定した楽な座法で座っていればいいと言われても、まあ、初期の段階ではそれで済むと思うんですが、いずれ誰もが悩まされるのが考え事ですから、考え事にどう対処するかというような瞑想法をきちんと自分で把握しないと瞑想は続きませんし深まりません。それで禅宗の方では覚息って言いますね。考え事が出てきたならとにかくどの考え事でも手放す、追いかけないということを教えるわけですね。それも一つの手段ですね。大変優れた手法ですが、向いている人と向いていない人いるかもしれません。思いを手放して何になるんだってこう考えるタイプの人には向かないでしょうし、もうとにかく散々いろんなことを人生で悩んでね、考え事を手放したら楽になる、平安になるということを覚息で体験した人はもう理屈はどうあれ思いは手放すのが一番って納得するもんですから、それでいけるわけです。それで満足できない人はヨガスートラのダーラナー覚息、余計な思いは手放すけども属性の粗雑な方から精妙な方へだんだん意識を深めていって、ついに属性が全くなくなった自己の正体に合一融和するということを理論的に教えてもらえれば、なるほど、体の属性から感覚器官へ、それから頭の第六式へ、七式へ、八式へと、そうやって潜っていけばいいんだなって、そのような理解とともに実習を行いたいという人にはヨーガスータラとか仏教でも有意識学派の体系があるわけですね。自分に一番見合ったもの、あるいはその時にその段階において自分にふさわしいと思うものに一生懸命取り組めばそれでよろしいわけです。そうしたならだん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 自分の目的に向かって、ゴールに向かって近づいていくことができるわけです。あるいはその正しい道を踏み外さないで歩んでいくことができるわけですね。で、いろいろな方法に関しては、ヨガバーシティの教材の中にもたくさんたくさん、いろんな技法がね、紹介されてますから、また理論的にも説明されています。
まあ皆さんが見ていなかったりね、聞いていなかったりっていうことはあるかもしれませんが、ハードディスクの中に全て技法もね、その解説も入ってますので、探してみてください。探せば見つかるはずです。そしてどのようなテクニックを用いて、どのような方向性を持ってやったらいいかっていうのをですね、まあ、例えば30分ないし45分のプログラムを自分で大体設計してみて、それを3ヶ月とか半年とかやっていくわけです。3ヶ月ないし半年も熱心にね、修行すれば、熱心に修行すれば、心が変わってきますから、心は脳変と言われますように変化するものです。例えば皆さんがいろいろなスタックを作ってハードディスクに保存していけばですね、ハードディスクの保存内容が変わっていきますでしょ。いらないものは捨てて、必要な新しいものを取り込んでいったら内容が変わりますでしょう。皆さんの財布でもハンドバッグでも、あるいはその他の物入れでもね、あるものを取り出して別なものを入れたら内容が変わるっていうのは簡単にわかりますでしょ。ですから全ては脳変、変わる能力を持っている、よく変化しうるっていうことなんですね。じゃあどのように変化させたいのか、それを自分でね、比較立案して、自分が自分の人生の設計者、青写真の描き手でないといけないっていうことですね。設計も、それから実施、思考もですね、自分が行うわけです。立案、企画から実行まで全部自分でやるんですよ。わからないところは知っている人に聞けばいいということなんですね。まあ、この時間はあれこれ説明することがありますので、もう3回の入出足をなさってください。終わった人は体の力を抜いて楽にして待っていてください。それでね、まあ皆さんのご質問に具体的にコンピューターのところで答える前に、今回テーマにした考え事から離れるっていう、まあ、テクニック、それについてはあれこれ言ってきましたからいいんですが、その過程において心は脳変である、その脳変っていうことについてちょっと説明します。脳変って、まあ、テーマは脳変ですので、ね、脳変と書いておいてください。能力の脳に変化の変ですね。心だけじゃなく、すべてが脳変なんですよ。自分に関して言うと、身と心ね、心、心、どちらも脳変なんですね。有意識では心のことを脳変って言ってるんですが、じゃあ具体的に変わるっていうのはどういうことかって言ったら、例えば皆さんの体見たって、赤ちゃんの時の体と今の体と、皆さんは皆さんなんだけども全然違うでしょ。身長から体格から。老眼鏡して生まれてきた人いないでしょ、誰も。そんなあって老眼鏡してきて生まれたって人いないですよ。みんな変わってるわけですよ。生まれた時歯なくて、あと歯生えてきて、抜けて、また今度本歯が生えてきて、そして年取ってくると虫歯になったり、抜かれたりって、そのように変わるでしょ。変わることを脳変って言うんです。全て変わるわけなんですね。で、赤ちゃんと今じゃなくても10年前と今でも変わってるでしょ。10年前の写真見てごらんなさい。エリちゃんなんか、岩井さんの前の写真見て、まあお母さん若かったなって。まあ今よっぽどよぼよぼになってきたっていうことです。10年の間でも、だってエリちゃんたちだって前川くんたちだって、結婚する前もっと若々しかったけど、今、おっさんおばさんみたいになってきてるでしょ。そんなものですよ。だからこれも脳変なんですよ。で、具体的にはじゃあどうやって変わるのかっていうことですね。体でも心でも器だと思ってください。体という器ね。心という器。あとよく変わるもので皆さんに馴染み深いのはハードディスクですよ。コンピューターのハードディスク。まあ、それぞれちょっとどう変わっていくか見ていきましょう。
体の方はまず食べたもので成長するでしょ。だっていらないものは出していくわけです。ですから体の変化っていうのは主に、まあ太陽とかね、空気とかもありますが、飲食物ですよ。体の脳変に一番関係あるのは飲食物ですね。赤ちゃんのうちなんか母乳だけもらっててもどんどん体重も身長も増えていくでしょ。母乳だけで。動物たち見たって動物の母親の母乳とか草ね、食べて。牛や馬見てごらんなさい、野生の。草ばっかし食べてああいう大きな体になるんですよ。小さい時ヨロヨロって立ってね。それから、お母さんからミルクもらったり、あと草食べて、同じものだけ食べて、ああいう風になっていくんですよ。だから心の脳変ですね。心は、これは情報です。心の脳変に関係あるのは情報なんですよ。ミルクとか、そういうことじゃなく。で、情報はどうやって入るかって言ったら、五感を通じてですよ。五つの感覚器官、五感。身は、飲食物主にね。それから心の方は情報で、まあ脳変していくっていうことですね。まあおまけにそのハードディスクっていうやつね。それは外から入れる OS とかアプリケーションとか、それからその他のデータね。で変わるわけです。内容が。そうするとそれらは情報っていうことで心と一緒ですね。うちのハードディスク良くしてやろうと思ってミルクコンピューターの上からアイマックの頭から注いでやったってね。これハードディスク変わらないんですよ。まあ変化はするでしょう。汚くなりますから。そうするとね、体別にするとその心ね、とハードディスクの変化の仕方は同じだなってわかりますでしょ。意外と体じゃなく心の方なんですね、人間の。心と関係あるんですね。ハードディスクなどは記憶媒体って呼ばれることがあります。ハードディスクとかフロッピーディスクあるでしょ。記憶媒体ね。媒は媒介の媒ですね。女って書いて棒ですよ。なんで女の棒で媒になるか知りませんがね。記憶媒体。そうすると僕たちの心である脳ね。脳も一種の記憶媒体だっていうことです。だからそこに情報を入れていくと記憶媒体の内容が変わるっていうことですね。じゃあ、どのように脳変させたいかって皆さん、企画立案者ね、心という脳変者ね、の自分が企画立案者でないといけないっていうことです。だっていろんな風に洗脳されて、それで構わないんですっていう人いないでしょ。情報操作されて生きていきたいんですっていう人いないだろうと思うんですよ。望まなくてもオウムなんかに入ると情報操作されたりするでしょ。皆さんもある意味では社会から情報操作されてるんですよ。いろんなテレビ見たり人と話したり新聞見るでしょ。まあ、特に公務員の方たちなんか、まあ、情報操作されてるようなもんですよ。政治家たちは経済人たちによってある程度情報操作もされますしね。お金ね。お金で動きますんでね。その心の脳変が一番問題なんですが、僕たちの身と心はどのように変化していくかっていうのは、こういう解剖辞典とかね、そういうのを見ていけばよろしいんですが、簡単な、まあ子供の用のとかで構わないんですよね。大体の自分の生理的な解剖のことを知るためにはね。それでまず、心ですから、心に関係あるのは感覚器官ですね。5つの感覚器官。そうすると神経とかそういうところを調べればいいっていうことですね。神経系統ね。脳と神経とか子供の方にも、まああれこれ書いてありますよね。まあこういうようなもの。今そちらに渡しますから見てください。まあ例えばこういうところ、みんな見えるところで、そういう図があると、手っていうのは五感のうちの原二微絶視の芯で皮膚で触覚ですね。で、手でなんかチクリって刺したら痛いって、その痛覚ね。それが皮膚を通じて入ってきて脳に達するって書いてあるでしょ。で、目で見たもの、コンピューターなんか見ると、鏡外なんか見ると、それが目から入ってきてやっぱり脳に行くでしょ。それから耳、聴覚神経通じていきますよね。鼻、嗅覚ね。匂いだけじゃなく、エリちゃんや僕らなんか、もう、スズメの肩びらの花粉飛んでくるとグスングスンってこうなるでしょ。あと目かゆいとかね、耳かゆいとか。あと口、舌で皆さん、
つくし食べたらちょっとほろ苦い、苦味があるの分かるでしょ。春は苦味を食べてね、ホルモン摂取しなきゃない。だから春は苦味がいい。っていうようなこと昔から言われてるでしょ。で、今言ったそのチクリって刺したら痛いとか冷たいとかね。まあ、例えばこういうチャイムのパイプ、金属のパイプ触れば冷たいですよね。と冷たいっていう印象が僕の脳に入るから、冬にこういう金属のものに触ったら冷たいぞって触る前からもう脳は考えちゃうでしょ。そのように脳には、皆さんの脳という記憶媒体には五感を通じて生まれた時からっていうより生まれる前からお母さんの体内にいた時からね、膨大な情報が流れ込んできてたわけなんです。そして今も流れ込んできてるわけなんです。今後もね、これは死ぬまで続くわけです。で、死ぬ間際になると一番残るのが聴覚だって言われてます。耳。目見えなくなっても耳が最終的に、まあ、働くっていうので、今、もうすぐ死にそうな人に、もう終わりやなとか、そういうこと言わない方がいいって言われてるでしょ。本当は聞いてるからって。耳は最後まで働くんですね。そのように、情報が入ってきて脳変するんだったら、じゃあ、自分は五感を通じてどういう情報を集めたらいいのかって、設計しないといけないってこと。それをね、よく取捨選択しないと、自分の脳の内容が良くならないんですね。例えば、ぬか床に皆さん、何でもかんでも放り込んだら、例えばね、野菜とか自分のところで作ったの放り込んでも問題ないけども、まあ、そこにせんべいとかね、チョコレート突っ込んでごらんなさい。とんでもないぬか床になっちゃうでしょ。そんなこと僕ら平気でやってるんですよ。テレビ見たり、人といろんなお話ししたり、だから、食べなくてもいいようなものを食べたりとかね、その脳にですね、脳という、まあ、ぬか床みたいなものに入れちゃいけないものをたくさん入れてるのが、な、人間ですよ。動物たちはテレビ見たり、基本的にはしませんのでね、まあ、ペットで見る、広告になるとちゃんと来て座って見る、広告好きなワンちゃんとかっていますけどもね、野生の動物においては、すべて情報は自然界ですので、自然に生きるわけなんです。人間の場合には人工的な情報に取り巻かれているので、不自然に生きるわけなんです。だからなるべく自然に接してね、まあ、畑に出たり、野原を散歩したりね、自然に接することが多い人は自然に生きれるチャンスがあるっていうか、そういう情報が溜まってくるっていうことです、脳にね。野山を歩いたり、そうすれば小鳥のさえずりも聞こえるし、木や草花などに接するし、それから都会の汚れた空気よりも綺麗なね、空気を吸ったり、また谷水を飲んだりとかね、自然に触れれば、触れたものに染まるですから、自然に触れれば自分の脳は自然に同化していくっていうことです。なんで人類は不自然なんだろうって、それは自然に触れるのを少なくしてきたからです。人類って言ったって、自然が豊かなところで暮らしているまあ、後進国と言われている国なんかの人たちの方がずっと欧米人、日欧米人より自然な生き方してるでしょ。それは自然を五感から受けてるからです。ですからその五感を通じて皆さん何をね、毎日自分の脳という記憶媒体に取り込んでるのか、気づき、それらをね、締めたり、開けたりできるのは気づき意識なんですよ。だから気づき、マインフルネスって言うんです。マインドレスなら、野村さんや岩井さんたちみたいにいろんな人からいろんな情報を聞いたら、それそのまま信じて、次の日には喋ったりしてるでしょ。僕だったら聞いた瞬間にくだんないこともこのたわけなって入れませんね。その場で入れないわけ。皆さん、おそらく僕のこと信用してるから、これいいからこの CD ロムから入れてくださいって言うと入れるだろうと思うんですよ。で、勧められなくても雑誌の付録に CD ロムついてたらみんな見るじゃない。で、ダブルクリック、野村さんみたいにダブルクリックマン、ダブルクリックウーマン。ダブルクリックウーマンだとダブルクリックするともう初期設定に入っちゃうんですよね。あるいは機能拡張組み込まれてしまって。ゲームなんかやってみようと思ったら、だいたいクイックタイムのね、なんか機能拡張とか昔はよく入って。で、それ英語版だったりすると、日本語版と英語版一緒に入っているともうフリーズね。ですから、皆さん触れたらね、これは入れちゃいけないっていう気づきなかったなら、皆さんの脳のというぬか床にね、チョコレートやらね、あるいは食べ物じゃないものまでね、ダイオキシンいっぱいの泥とか入れられるかもしれないですよ。だから気づき、
を持たないといけないっていうことですね。だから脳辺を自分で方向性を持たせようと思ったら、まず大切なのは気づきなんですよ。何を取り入れるかというような気づきね。それは日本の洋画界とか洋画界とか、だいたい病気治しにみんな行きますので、体操をやってくれたら、さらって飛びつくの当たり前ですよ。うちなんかに誰か来ても、なんか病気、体あるんですけども、なるべくお医者さんにかかんないで、変な薬飲まないで、食べ物自然にして放っとけば治りますよ。自然治癒力ありますから。病気治すの洋画なんかやんなくても大丈夫ですよってこう断るでしょ。取りつく島もないので、期待に応えられない。わけなんです、そういう人たちの。でも、洋画教室は体操とにかく一緒にやってくれるので、みんな飛びつくわけですね。ですから、飛びつけるものっていうのは本当に価値があるかどうか怪しいんですよ、本当は。だって、新聞に広告たくさん出るでしょ？何々、癌に効く本のこととか、薬とか、何々、上がりすくとか、いろんなの出てるでしょ？新聞にあれだけの広告出すっていうのは何百万、何千万かかるんですよ。っていうことは、それでそれだけ儲けてるわけですよ。それで、日本人、4人に1人は癌で死ぬって言ってるけども、減ったっていう証拠などこにもないし、減ってもいないしね。だってそんなに癌に効く薬がね、売れるんなら減るじゃない？本当は。そんなことないわけなんですね。ですから皆さん、それは本当に価値があるのかどうかっていう気づきを持って、五感を通じて自分の記憶媒体である脳にね、情報を取り込まないといけないっていうことです。それからもう一つは、もし間違って入れてしまったものがあるならっていうよりも、間違っちゃってるわけです。皆さんいろんなもの、もう何十年も間違って入れてきたんだから、それを見つけて出すっていうことですね。あるいは見つけて無価値にするっていうことです。ハイパートークですとコメントをすればいいです。ちょんちょんってつけて、無効にしてしまえばいいんです。皆さんの記憶媒体である心の中にある間違った情報を無効化するっていうことです。それしないで慎重にだけなっても頭の中から出てくるのは間違った情報ですから慎重も何もないんですよ。外からこれから慎重にしようって言ったってもうすでに間違った情報に満ちてるわけですから僕らの頭はね。それに従って今度行動するわけですからその二つね取り入れる場合には慎重にそれからすでに取り入れてしまったものの善悪是非それを吟味するっていうことですね。皆さんのハードディスクにいらないものあったらそれ出した方がいいですね。間違ったものとか、なんか問題がある機能拡張書類とかあったらそういうのを無効化するかオフにしておくか、あるいは出してやるかしなきゃいけないですね。そして情報で入れる方は、まず自分に欠けているものですね。欠けているもので必要なものを取り込むっていうことです。その前に自分の人生の目的あるでしょ。自分はこうしたいんだっていう人生の目的があったなら、その目的を実行するために欠けている情報、それを取り込むっていうことですね。例えば Mac でも Windows 使いたいんだって言ったら、昨日やりましたようにバーチャル PC っていうのを買ってきて入れればいいでしょ。ですから何かしたいって思った時にはそれを実現してくれるものを外から持ってこなきゃない、仕入れなきゃないっていうことですね。そうすると何を仕入れたらいいかっていうのは目的によって変わってきますでしょ。ノーアル用語生活したいんです。そしたら、クワとかカマ持ってるんですか？ないんです。じゃあ、クワとカマ一丁買った方がいいですよって、単純な話をしますとね。あるいは土地が、耕作地がないんですって言ったら、じゃあ探さなきゃないですよ。借りるか購入するかしないとできませんよっていうことで、何かしたいこと、目的があったなら、その目的に必要なツールって僕はつれづれに書きましたが、ツールの類を揃えるっていうことですね。ツールは、良質のものを少なめにっていうことです。多めにじゃなく、良質なものを少なめに。例えば、筆記用具とか、書きやすいものを一本あったらそれで普通は十分ですよ。例えば、昔ですと万年筆ね、高級でもいいから、一本いいの持ってたら、10年、15年って使えたんですよね。安いものを買ってね、捨てて、また買って捨ててって言うと、かえって高くつくようなもんです。ですから、いいものを少なめに。揃えておいて、多めにっていうと管理するのが大変になるからです、あれこれね。例えばコンピューター性能いいの1台あったらそれでいいことです、普通はね。オールドマック10年ぐらい前のね、安いからって50台ぐらい買ってね、この iMac1 台で。だって今、安いそういう
パフォーマーとか2、3000円で売ってるんですよ。2、3000円だから10台買いましょうって、2、3万で済むかって、10台並べておいたって大変でしょ。掃除するだけで大変です。それよりも iMac とか iBook とか、一つ性能のいいの1台買っておいたら、こじんまりして、それから管理しやすいしね。ですから、良質なものを少なめにっていうことです。食べ物もそうなんですよ。良質なものを少なめに食べてるから、僕と家内の体見てください。余計なもの、大方ないから、肉とか、必要最低限のものだけれども、家内なんか皆さんよりものすごく仕事できるよ。畑でも何でも。僕でも、まあ、今、肩痛めたりしてますけども、普通の人と同等の仕事できますね。同じ体重、同じ身長ぐらいで。僕より体重10キロ多い人たちとかって、畑仕事やったら先に行き上がっちゃうわ。余分なもの持ってるからです。持続性がないっていうのはね。で、力仕事なら負けないぞって言っても、すぐ行き上がってしまうでしょ。で、本当に体力っていうか、まあ内臓が健全で、問題がないっていうのは、じーっと座っててね、どれだけ動かないで辛抱してられるかなんですよ。本当のこと。動けるかじゃなくね。お百姓さんたちもじーっとしてらんない。体内臓とかどっか痛めてるので、じーっとしてたらどっか具合悪くなって、で食べたり、体さすったりってなんかするんですね。活動力のエネルギーがあるっていうのが健全なんじゃないか。静かに していた状態で何もトラブルがない状態がいいんですよ。その辺ちょっと世間の人たち勘違いしてるのね。筋肉隆々でもうスポーツできてって。だってスポーツ選手っていうのは引退する前に大体怪我して病気してお相撲さんたち見ればわかるように短命ですし、健全ではないですよね。健全っていうのは金さんや銀さんみたいな人たちです。ああいうのは健全。体が健全そのものね。ああいうコンパクトなのが一番長生きするにはいいんですけどもね。そしたなら今のところは脳変。心は変わるんだから。じゃあ皆さんどのように変えていきたいかって、これは人に聞いたってしょうがないです。私は何になりたいんでしょうって、そんなこと聞いたってしょうがないですよ。私はこうしたんだって意欲なければ、まあ、ボケて寝てればっていうことなんですね。自分でこうしたいっていう場合にだけ指導者ってアドバイスできるんであってね。どうしたらいいんでしょうっていう漠然とした質問には答えられませんのでね。こうしたんだけれども、わからないんです。方法を教えてください。これは教えられますけども。何したらいいんですかって聞かれたって幼稚園じゃないんだからね。それはヨガ教室っていうか、ヨガの講習会とは関係ないレベルですのでね。そうしたなら、その具体的な例としては、まあ皆さんがまず体を変えていく、心を変えていくっていうことに取り組まないといけないわけですので、で、体の方をね、体の脳変のためには天然脳法と天祖教訓、あるいは台所大事ってもうやったんです、これはね。道元禅師でもやりましたしね。モットーに書いてありますから、一番いいのは自分で田畑をやって、そして作って食べて、真人間として生きることっていうことですね。藤井平さんの体なんかもまず無理なかった体つきでしたよ。余計なもの何にもなくて。だいたいどんなものでもね、コンピューターでも体でもね、心でも余計なものを持ってないっていうことが一流になるための条件なんです。いい面も持ってるけれども、病気も抱えてるっていうのは、それは一流になれません。スポーツ選手であっても、あるいはヨガの教師であってもね、爆弾抱えてるようなもんですから。それから心の方ですね。で、心の方は自分の目的が何かによって違うんですが、ヨガをやる人たちのその基準はね、近海寛解の10回ですよ。それに照らし合わせて叶っているものは保存しておく、あるいは成長させる。それに叶わないものは捨てていくっていうことです。さっき言った。それに相反する情報は無効化していくっていうことです。まあ、ヨガスータラに出てますから、またその説明したらこんな時間でできませんし書いてありますから。非暴力正直に始まる10回ね。それに背くものは捨てる。もしなかったならそれは自分で心がけていかないといけないですね。取り入れるっていうよりも皆さん教材は持ってるんですから、それを育てていく、種まきして育てていくっていうことですね。近海寛解の10回とか、キリスト教の方で言う10回とか、仏教で言う5回とか10回とか、それ守るだけで一生大変でしょ。一生かかってもなかなか普通はできないわけですからね。でもなるべく完成を目指してやっていくっていうことですね。まあその理解もね、
その人の修行の程度によってしか理解できないので、同じ十の戒律守ってるんですって言っても、完璧なその実現者であるラマナ・マハルシみたいなのと、体操だけ教えているヨガの先生たちとでは月とすっぽんの違いがありますんでね。それで具体的に変えられるっていうのは、コンピューターにね、iMac に Windows Me が入ってなかったのに入って、実際に今では動くっていうことで、これは具体的に分かりますでしょ。You are